まあ、ソニックスーパースターズの基本はやっぱりクラシックソニックを、まあ、3D ワールドの中で再現するっていう、あのクラシックを再現することが一番のプライオリティだったんですけども、まあ、単にそれだけではこの新しいお客さんに対して目新しさがないので、ソニックに今までできなかったアクションをこのエメラルドパワーでやろうということで、考えました。確かにアイディア段階では本当にいろいろアイディアは考えまして、まあ、残念ながらエメラルドパワーはそのカオスエメラルドが7つあるので、エメラルドパワーもまあ7つっていうことで進めてたんですけども、当然アイディアレベルでは7つ以上のアイディアを考えましたし、中には本当にちょっと面白いから入れたいなっていうアイディアもあったんですけども、やっぱりその7つの枠に入らなくて断念したものもやっぱりありますね。アバターはまあ、ビジュアル的に一番インパクトのあるものを用意しようというアイデアのもと、プレイヤーの分身たちが画面いっぱいこう登場して、まあ、それをで画面の中の敵とかを一掃するっていう、まあ、いわゆるボム的な役割なんですけども、まあ、そのキャラクターたちをこううまくね長生きさせたりとか、まあ、そういう楽しみ方もあるので、アバターはその画面効果的にも一番楽しい、パワーだと思います。アイビーはですね、まあ、その名前の示す通りこう地面からツタをミューって生やして、まあ、そこを足場に高いところに登ったりすることができるっていうパワーなんですけども、まあ、その枝葉を使うことによってマルチプレイの時に仲間も一緒にそれを足場として使ったりという形で、よりそのマルチプレイが楽しめる形っていう意味合いでそのアバターというアイデアを考えました。はい、まあ、ウォーターはまあ、ソニックプレイヤー自身が水状に液体になって、まあ、滝を登ったりとか、あとソニックの苦手な水中ですね、これをウォーターパワーを使うことによって水中もこう自由に移動できるようになるというパワーなんですけども、まあ、特にちょっと水がないステージでは活躍できないというパワーになっています。バレットはまあ弾丸という意味なんですけども、まあ、これは空中でソニックが弾丸のように空中でダッシュができるという技なんですけども、まあ、これは特に空中で静止しながら進むべき方向を決めて自分で自由に選べて、その方向にダッシュできるという非常に便利な技で、アクションゲームとして一番面白いアクションになっていると思います。まあ、ビジョンは私は個人的にすごく気に入っているアクションなんですけども、まあ、見えないものが見えるっていう能力ですね、まあ、これはビジョンを使ってステージをプレイすると、今までなかった場所に足場があったりリングがあったりという形で、ちょっとステージの探索とかですね、一度クリアしたステージをもう一回今度はビジョンを使って遊んでみると、まあ、こんな新しい発見があったとかいうような感じで、ステージの探索に役立つ能力です。そのビジョンをじゃあどこで使えばいいのか、まあ、何も目に見えないのでわからないっていう方はいると思うんですけども、そのために今回のエメラルドパワーっていうのはここで使った方がいいよっていう時にはオートで画面の中にインジケーターが出るんですね。でここで今ここビジョン使うと何かあるかもよみたいなお知らせがその UI として表示されますので、まあ、それを頼りにエメラルドパワーを活用してもらえればなと思います。もうスローはもうその通りの名前の通りの能力でして、画面の中の、まあ、全ての動きがスローモーションになるということですね。まあ、これは特にこうタイミングを見て進むこうハンマーとかの仕掛けとか、あと敵のボスの攻撃とか、
あのこうスローになったらいいのになっていうタイミングであの使ってもらえると、あの非常に攻略がしやすくなると思います。あのまあ今までのエメラルドパワーっていうのは全てあの全部のキャラクター、ソニック、テイルス、ナックルズ、エミー全員が同じように機能するものなんですね。このエクストラだけはキャラクターによって異なる能力が発揮されるというエメラルドパワーなんですけども、まあ、それぞれのキャラクターの個性に合った新しい攻撃技が一つ使えるというものです。ソニックはあのクラシックソニックではできないホーミングアタック、これができるようになるのがそのエクストラパワーですし、あとまあエミーの場合はそのハンマーを使ってこうハンマーを投げるっていうあの普段使わない攻撃ができるようになります。ナックルズはパンチで、テイルスはその竜巻を発生させるっていうあの、まあ、飛び道具を使えるようになります。まあ、そこはあの期待通りですね。あのエメラルドを7つ全部集めるとあのスーパーフォームに変身できると。カオスエメラルド7つを集めて発動させると、まあ、全てのキャラクターが、まあ、スピードが速くなってで無敵になるっていうことですね。まあ、それあの個々のキャラクターでの違いはないです。Okay, well, I think that's all for the Emerald Powers.